よし、これで行ってきましょう。あれ、まだだった。あー、いる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 。え、汚いよー。お前がですか。そうか、ごげごげごげ。お前がギーグ様を倒すと予言があったらしいぞ。ゲハゲハゲハ。あ、ゲハゲハゲ。笑わせるな、こんなクソったれを。ギーグ様が少しでも恐れているとしたら、汚んでー、マジで死ね。世の中、鬼も悪魔もないものか、グヒヒ。俺様が今から最悪の戦いでお前を始末してやる。グッグッグ、ヘドまびれになって苦しめ。くー、もう、最悪だ、ほんと。ゲップ。まあ、ちょっと最初は、普通に戦ってみる？PK スペシャル、ベータと、サイコシールドとか使ってってみるか。で、ジェフはチェックしてみようか。ジェフはゲップをチェックした。オフェンスが50、ディフェンスが88、催眠術に弱い。あ、そうなんだ。サイコシールドに包まれた。気持ちが悪くて18のダメージ、161。なかなか強いんじゃない。催眠術に弱い、買ってみる。じゃあサイコシールド、ポーラで、ジェフはもう打つだな。気持ちが悪くて17のダメージ、眠ってしまった。でもこれで、あ、起きないんだ。へえ、じゃあちょっと攻撃していこうか。あとはサイコシールドをジェフに、まあ、打つでいいね。21のダメージ。気持ち悪くてって結構なダメージだよな。フリーズ使ってみよう。232、目を覚ました。うわー、ちょっと待ってよ。催眠術かけてみよう、もう一回。で、フリーズでいいかな。で、ちょっと体力をなんちゃらって言ってたから、チューチューマシーンでも使ってみる。連続攻撃、痛い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 。さあ、効果がなかった。眠ってしまった。よし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 。で、ライフアップをネス。まあ、こいつはね、この状態で倒せんのかな。あ、ピーピーなくなっちゃったじゃん。他には、まあ、いっか。目を覚ました。ちょっとやばそうだったらやだな。回復、ヒーリング、ベータで直せんの、ネス。サイ、いや、打つでいいか。はい。20のダメージ。気分は、あ、メーターで直せるんだ。あー、応援呼ばれた。でも、PP が。PP がなくなっちゃったな。ちょっと、このぐちゃぐちゃを先に倒しましょうか。倒せる？いや、呼ぶなや。うわぁ。ポーラにかけられるのきっついよね。ポーラ直しとこう。グッズでボムあるからボム使ってみる。あー、19のダメージ。痛いじゃん、ポーラは。あれ？どれぐらい効いた？ボム。痛いー。回復できない。ライフアップ、 PP が足りない。そうですね、じゃあ多分ね、このまま戦っててもきついんですよ。なので、ここで排密が。まあ最初から知ってはいたんだけど、このまま戦ったらどうなるのかなと思って、ちょっとやってみたんだけど、排密を使います。
これでハイミスの瓶を開けてみた。ゲップはハイミスを奪い取った。ジェフに行きましたね。あれ、ハイミス奪い取ってなんかならんかった。17のダメージ。すべてを忘れてハイミスをむさぼり食っている。これでもうタコ殴りですよ皆さん。これでオッケーですね。ジェフはたまに回復してあげないとちょっとやばいかな。まあ大丈夫かな。むさぼり食っている。こいつの HP 結構高いんかな。もう一回ボーム使ってみようか。ジェフはチューチューマシン効かないって言ったよね。回復持ってないな。101、まあまあか。あ、倒したわ。まあ、なんとか頑張れば排密なしでもいけそうだけどね。それでもいけないのかな。やっぱ PK サンダーベータ、ジェフもレベル上がっていく。きたね。まあ、最後の最後まで俺との戦いは事実上引き分けってことだな。なんでよ。だがギーグ様が周到に仕掛けたバニバニの悪魔のせいで大都会フォーサイドはゲロゲロ以上のひどいことになるはずさ。ゲップ苦しみに行くがいいさ。うわ、来た来た。いい加減にしろ。ジェフ、ずっとその状態なの？うわ、それは最悪だな。どうしよう。カロリーブロックでも食べさせておく。でこっち行ったら何なの。あ、土星さん逃げてったよ。ゲップよかった、ポエン。よかったね。大丈夫？ 77。 ちょっと帰りたい。くたびれたですか？そうですか。ゲップゲロゲロの匂いがプーン。あ、ご注意、ジェフの体力が弱ってます。このままと倒れてしまいます。気をつけて。いやー、そんなこと言われてもさ。え、こう温泉入れなかった？温泉入って回復できない？あ、いや、ジェフ死んだな。あれ、温泉回復じゃなかったっけ？はしご長くした温泉に来られた。温泉ゆっくりしろ。いや、なんか入ってたらなんかあった気がする。なんか白くなってってるよねこれね。ほらほらほら、どんどん白くなってく。温泉に入ったので体についたとんでもなく汚いものが落ちた。あ、ジェフ回復した。マジね、土星さんの村最高すぎるわ。コーヒーを飲んでってください。はいですか、いいえですか。はい、どうぞです。え、何これ。思えば遠く来たものだ。ネス、君がこの長く曲がりくねった冒険の旅路を歩むようになったのはあの最悪の隣人フォーキーのノックの音がきっかけだった。しかし君は歩き続け、考え続け、戦い続けてきた。勇気を失わず、何度も傷つきながら確実に強くなってきた。それにもう君は一人じゃない。可愛くて優しいしっかり者のポーラがいる。運命に引き寄せられるように遠い国から駆けつけてくれた気弱だが切れ者のジェフもいる。どうやらネス、君は何かとても大きな運命を背負った少年のようだ。これ誰が言ってんの。これから先の旅も今まで以上に長く苦しいものになるだろう。でも君なら大丈夫だ。正しいものと正しくないものとがいて、それが戦ったとして正しいものが負けると君は思うかね。決して失ってはならないもの、それは勇気だ。勇気は最後の勝利を信じることから生まれる。
苦しいことも辛いこともまだまだたくさんあるだろうが、そんなことを楽しむくらいのユーモアも持っているのが君たちが。コーヒーを飲み終えたらまた冒険は始まる。広大な砂漠を抜けて大都会フォーサイドへと君たちは向かう。ネス、ポーラ、ジェフ、プーがいない君たちにいつも幸運の女神が微笑みかけてくれるように。これプーがいたらプー用のやつもあるのかな。まあなんかよくわかんないのが流れてきましたねもう全然覚えてないほんと。はい、ああ写真か。駆けつけるのも早い、取るのも早い。はい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 。よしよしよし。んでもって、ここは何？こっちの穴、ミルキーウェル。なんだろう？ミルキーウェル？あー、待って。なんかいっぱいいたから、ちょっと待って。はい。おかげさまで、ランランランだ。助けた。土星さん、戻ってきた？みんな帰ってきたよ、ブーブー。いいね。なんでブーブー言ってんの？このはしごを長くしてどこ行ったの？あ、なんかいるよそこに。感謝。あれ敵じゃね？で、なんかくれるって言ってたじゃん。でもね、あ、モテるモテる。どの子よ、これか。物をあげます。命のうどんをあげます。土星座のコインあげます。クワガタムシあげません。嘘です、もうないです。え、土星さんのコイン全部持てたクワガタムシって何？ちょっと待ってね。とりあえず一回一回ね、アイテムを預けたい。ちょっと預けますね。スカルゴ運送を呼んで、お預かり。はい。で、来るのを待ってましょう。これボケーと突っ立ってても来るのかな。土星さんは動いてるもんね。あ、来た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 。はい、18ドルお金持ってます。ハエミツはもうとりあえずいらんやん。それと分度器もいらない。分度器いらない。売ってもいいかもしれないけどな。ちょっと待って、もう一遍お願いします。じゃあハエミツ、分度器1個売って、2つあるからね。で、サビの元ってなんだっけ。ペンシルロケット、ちょっと鍵マシーンはまだいる。ちょっと鍵マシーンですね、確認します。あ、ってことはもう使わないかな。さあ、確かね、土星さんのコインはね、装備だった気がするんだよね。ちょっとネスに装備させたいな。ボディ？違う。腕？違う。その他。土星さんのコイン。ほら。ディフェンスがめっちゃ上がる。これ、ポーラにつけさせた方がいいのかな。ポーラ弱いもんね。渡す。ちょっとみんなの見ていこうか。ディフェンス47。あ、でもポーラ元が50で結構高いな。じゃあどうしようポーラ、その土星さんのコイン装備できる？あ、できるな。ポーラ、いや、やっぱネスにしておこう。ネスが回復できるからさ、
ね、ネス倒れちゃったらもう回復できなくなっちゃうから、やっぱネスがね必要ですからね。で帽子ヘルメットは他のみんな装備できないのかな。あ、装備してたわ。それとクワガタムシは何？戦闘時投げつけると敵が驚き動きが止まる。一度使うとなくなる。いるそれで壊れたレーザーは？壊れているレーザー砲、天才ジェフがいつか必ず直してくれる。いつ直してくれるかな。あ、風船ガムも預ければよかったな。命のうどんは回復か？気絶した仲間をカムバックさせる。あー、そうだね。で、まだちょっと預けようか。はい、ちょっとアイテムを整理したので、一回パパにかけてセーブしようと思います。7500! 結構入れてくれたな。うわ、もう次のレベル1万とかになるの？さあ、ということで、次に行くのが、あれ、寝るってできなかったっけ？今寝たら、ジェフ、なんか、作り直してくんない？作り直すっていうか、なんか作ってくんない？お、壊れたスプレー、ディフェンススプレー。ディフェンススプレーいるかな？これ何回も止まってもダメなのかな。直さない？直さない。元気元気。もう一回もう一回。はい、直さない。あ、壊れたアイロン直した。ネバネバマシーン。いや、これ何回かやって直してこうよ。ジェフは夜鍋をして壊れたレーザーを直した。レーザービーム。それ装備品じゃないの？スーパーエアガン。あ、上がりますね。いいですね。で、まだある。壊れた水道管か。それを直せばもう全部直した感じ？じゃあ、それも頑張って直してみようか。いや、結構止まったんだけど、直してくんないね。もうちょっと進まないと直してくんないのか。まあしょうがないから、じゃあこのままね行きたいと思います。多分右側温泉の上のところから行けばいいんじゃないかなと思うんだけど、敵めっちゃいたよね